九州電力の社宅があるんですね。で、ふれあいセンターこっち、いやちょっと待って、多分こっちか。これは公園の駐車場ですね。第5駐車場ですね。ちょっと待って、看板出てるのに分かんないんだけど、どこなのか。教育集会所はどこ？あ、ここか。え、いや、ちょっと待って。これ？あれ？そうだよね。うわ、これ分かんない。あそこにデカデカと、そのね、看板あるけど、ここまでたどり着くのがちょっと大変だ。誰かいるように思うんですが、何なんですかこれ。これはいつもだ。確かに佐賀市立教育集会所って書いてあります。ね、まあ、こんな感じですね。聞いてみたんですけどね、聞いてもちょっとよくわかんないけど、まあとにかくね、なんか童話会っぽい、童話会っぽい雰囲気の人が出てきないけど、童話会ってわけでもなくて、なんかね、まあ解放同盟でもないですよ。とにかく言うには、平成19年で、まあ元はね、童話関係の施設だったんですけど、平成19年で、もう佐賀市がそういう童話関係の事業をやめたんで、もう今はね、なんか、貸し管業務みたいなことをやって、周辺の人が使ってるっていう話なんですね。でもまあ本当にこれだと、本当周辺ですよね。周辺の知る人ぞ知るっていう感じで。まあそういうことで、童話教育集会所ってあるんだけども、まあ全然違う使われ方をされてるみたいで、一応中には命の電話だの人間っぽいものあったんですけどね。だけど、これね、うん、ちょっと意味がわかんないですけども。まあ、そういう感じみたいですね。佐賀県っていうのは。うん、ということで、いや、これ、うん、これ、絶対わかんないですよ。この奥ですよ。うん、だから、うん、ちょっとよくわかんないです。ということで、佐賀市の部落はこれで以上かな。でももう一箇所だけね、見指定っぽいところがあるので、そこを行ってみようと思います。この動画を撮影したのが、11月16日だったんですけども、実はそれから約1ヶ月後、12月21日、佐賀市の童話教育所に勤める職員が暴行脅迫で逮捕されるという事件がありました。それで実はこのね、教育集会所で会った人っていうのが私服を着てて高級時計をしてて、まあ、50歳前後で、見た目からしてちょっと肩じゃないっていう感じで、で職員なんですかって聞いても、なんかね、答えが曖昧で要領得なかったんですね。でなんかおかしいなと思ってたら、こういうニュースが出たんですね。でこの人なのかなっていうのを後で調べてみたら、まさにその逮捕された人っていうのが私が会った人でした。でこういうニュースがこの後であったっていうのが、ちょっと偶然なのか何かしら理由があるのか、それはちょっとよく分かりません。詳しくは自転車のサイトの方に記事を載せてますので、概要欄の URL からお読みください。